研究主任福山でございます。よろしくお願いいたします。平小学校は本研究を始める前の2年間、社会科の研究を通して効果的に資料を提示する上で ICT が大きな役割を果たしているということに注目し、 ICT 活用の良さを実感してまいりました。そして必然的に教科の指導における ICT 活用が進められてきました。授業の分析をしてみますと、教師が用意した資料が話し合いの中心になっていることが多く、もっと子どもたち自身が資料を調べたり作成したりしながら自分の思いや考えを伝えていくことが必要なのではないか、そういったことが私たちの間で話し合われるようになりました。そして子どもたちに主体的に学習してほしいという願いが生まれました。そして具体的に目指す子ども像として浮かび上がってきたのがこのような子どもの姿です。私たちはこれを豊かに伝え合う姿として定義したのですが、それはまさに情報活用能力の育成によって到達できるのではないかと考えました。こうして本校は平成24-25年度、情報活用能力を育成するためのカリキュラムの作成を通して豊かに伝え合う力を育む授業づくりに取り組んでいくこと、これを研究課題として掲げながら2年間の研究を進めることになりました。さて、私たちは豊かに伝え合う力を育む授業づくりは情報活用能力の育成を通して考えていくことによって達成できると考えたわけですが、その時にこのような仮説を設定いたしました。現行の学習指導要領の中、日常的な授業を通して力を育成したいと考えました。ここで情報活用能力の中でも特に情報活用の実践力に焦点を絞っているのは、経験的に小学校における教科の学習活動と重なっている部分が多いと感じていたからです。目指せみんなが使えるカリキュラム作り、この言葉をスローガンとして私たちは研究を進めてまいりました。教育の情報化の理念に沿ったカリキュラムを作成し、子どもたちが情報活用の実践力を確実に身につけられるようにすること、これが目的であります。取り組みの全体像はこれらの3つの要素で成り立っております。まず最初に環境整備についてですが、1年時の初期にはこれだけのものを揃えました。教師が使ってみせると子どもも使ってみたくなる、そういったことを期待して、すべての教室ですべての教師が必要な時に使えるように環境整備を行いました。2年時になりますと、今度は子どもたちの共同的な学習活動を重視するという流れから、2人から4人のグループ活動を想定した台数を整備いたしました。次に日常的な授業改善について特にお伝えしたい、これら4つの工夫を紹介いたします。まず1つ目の工夫は日常的なプチ研修です。本校では大きな研修会を開くこともありますが、普段の打ち合わせなどの短い時間を利用して気軽な研修を行っております。その一例がタブレットコンピューターを使った職員スピーチです。発表の方法を実際に楽しみながら体験し、子どもへの指導の仕方を具体的にイメージすることができるということで、我々教師の間でも好評な実践でした。2つ目の工夫はみんなで取り組む先行授業です。本校ではこの写真のように何人かの職員が集まり授業について考えるという光景が日常的です。1年時は36本、2年時になりますと23本の授業研究を行いましたが、そのすべてでこのような取り組みが行われました。工夫の3つ目は部会だよりポスターセッションです。本校では授業研究の際、参観者に見てもらいたいポイントをより分かりやすく伝えるために、授業を公開する学年ごとに部会だよりを作って配ってまいりました。
大きな需要研究の時には写真のようなポスターセッションも行いました。工夫の4つ目はワークショップ型の研究事業です。本校では研究授業後の研究協議を分科会と全体会の2つに分け、ワークショップの形で取り組みました。分科会は授業クラスを使って少人数で行うようにしました。こうすることで意見交流が活発になり、より具体的に話を進めることができました。ここまで本校の4つの工夫を紹介してきました。どんな研修も主体的に取り組むことができる工夫があることで、私たちは楽しく学ぶことができました。そして共に悩み考えを出し合うという日常的で共同的な学び合いの場面が我々教師にも保障されました。また授業研究を通して子どもたちへの手立てを共有し、どの学年でも一貫した指導が行うことができるように取り組みました。このような私たちの取り組みは学校全体の雰囲気をとても良いものにしていったように思われます。そしてこの私たちの頑張りが少しずつ子どもたちを確実に変えています。情報活用能力の育成のためには、まず私たちが情報活用能力をフルに発揮していくこと、つまり教師が変われば子どもも変わる、これが私たちが2年間取り組んできて実感をしていることです。最後にカリキュラム作りについてお話をさせていただきます。私たちは授業作りをしていく上で必要な構成要素を4つ設定いたしました。まずは目標、そして単元における教科の目標と情報活用の実践力がほぼ一致する単元である重点単元、その指導計画、そして1時間ごとに授業作りをするときの視点が分かる本事案の形式でございます。これらが学年間単元間の系統性を持つようにカリキュラム作りを進めてまいりました。そうして出来上がったのがこちらにありますような4つの主な成果物です。つまり本校のカリキュラムを主に構成するものとは、目標としての対羅小のスキル、そして教科領域の中から抽出して整理した重点単元一覧、そこに掲載しました全60単元について作成をいたしました指導計画、さらに授業研究の積み重ねによって得られた知見をまとめた本事案の形式です。これらが豊かに伝え合う力の育成を志すカリキュラムを構成するものでございます。なおこれらの資料は今日会場にいらっしゃる皆様にはこのような緑色のファイルに入ってございますけれども、本校のウェブサイトでもご覧いただくことができますので、ぜひ参考にしていただければと思います。対羅小のスキルについてはもう少し説明が必要かと思います。対羅小のスキルとは、情報活用の実践力を構成する項目について子どもの活動や学習場面をイメージしやすい5つの言葉にまとめたものです。子どもたちにつけさせたい力、つまり目標となるものです。この中には課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することも含まれております。取り組み後の変容についてですが、財団の学校情報化チェックによる自己診断結果によると、研究開始当初と比べてどの項目でも向上が見られました。これは対羅小のスキルの育成を念頭において日常的な授業実践と研修を重ねた結果、学校全体でチームワークが向上し、知見が活発に共有されるようになったからだと考えております。実質的には国語科における情報活用の実践力の育成を中心に研究に取り組んでまいりました。その成果は他教科にも波及をしている、そういったことを多くの本校の教師が実感しております。今年度はカリキュラムの内容を実践しながら検証と見直しを行っていきたいと考え、継続して校内研究を進めております。今ご覧いただいているのは最近2ヶ月間の子どもたちの様子です。
特別研究指定校として2年間の研究に取り組んできた結果、アナログとデジタル、それぞれの情報環境を課題解決の場面で主体的に活用する子どもの姿が日常的になってまいりました。こうしたことから、私たちが目指す豊かに伝え合う子ども像の実現に向かって大きく前進できているのではないかと考えております。アドバイザーをしてくださった野中先生をはじめ、多くの先生方、そして財団の皆様方がずっと応援を続けてくださったからこその成果だと考えております。この場をお借りして御礼申し上げます。私たち教師が変われば子どもも変わる、そう信じてこれからも実践を重ねてまいりたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。